これは大山地区の企業で、六甲岳で行われる1400メートルレースオープン短距離戦ということになります。これから5番の沢野大輝が最後にゲートに向かいます。しばらくトランプを囲っておりましたが、ようやく復調の兆しが見えてきた今年の沢野大輝、これが今最後にゲートに収まりました。スタートしました。出遅れはありません。六甲をきれいに止め出しました。ダッシュをつけて内から2番のオメガヒーブコンボ、そして1つが星見見事な AC スタッフさんが行きました。一気にここ6番 AC スタッフさんが先頭に立ちました。続いて5番沢野ファイン2番手、内2番オメガヒーブコンボ、相手逆らいません。3番手、その3番手のそこに4番ダッシュを切る、そこに3番の AC ハムと、最高峰から1番のバトルアッセア、もう6頭1番となった戦2コーナーのカーブへと向かいます。先手を取ったのは大山地区です。6番 AC スタッフが2番手差をつけております。そして2番手は2頭並走です。外が5番の沢野ファイン、1から2番の俺が急行後もう一度、その時からいい感じで3番 AC スタッフと木村来て追い上げて、今監督の3番手から2番手持ったままで1番手の外向きが入ります。1番のバトルアンテア、果たしてどうまで追い込めるか。今ようやくにして4番手、その4番手無心2番の俺が急行後苦しんでおります。3コーナーから4コーナーへと向かいます。6番の AC スタッフが大山筋で警戒、3周量53キロ、軽量にして4コーナーのカーブ、まあまあ先頭です。その外、木村です。3番の AC スタッフが空振りをしますが、ゴールまで100メートル切りまして、3番の4番の5番の6番 AC スタッフが先頭が見えまして、3番 AC スタッフとです、ゴール。3着には5番の沢野を待っています。その後に2番のオメガ中のコンとか、3番1番のバトルアッセアが続いております。4歳上香港 A1 クラスの 1400m 特別レース大山地区30秒53キロ、軽量に出て先行します。